これがこう学ぶだけではなくてプロの現場に直結しているという、でまた働いてから来ることができる、映画を仕事にする人たちにとってとても素晴らしい学ぶ環境なんじゃないかなというのが一番の印象でした。この1時間半ぐらいお話しさせていただいて、自分たちが今作り手を目指している方たちからの質問なので、非常にこう自分が作る上で問題になっていること、課題になっていることが非常に明快だったから、答えやすかった。同じ作り手として喋れたんで良かったと思います。僕は僕もそうだったけど、デビュー作の頃、20代の頃は自分が描きたい世界というのが明確にあると思っていて、それをどうやって周りの人間を使って実現するかっていうことで精一杯だと思いますけど、実はだんだん撮っていくと自分の世界なんて本当にちっぽけで、スタッフとか役者さんと出会うことで見えてくるものの方が圧倒的に豊かだということに気づくと思うんだよな。だからその瞬間に多分自分が持ってた世界は一変壊れるから、壊れてからが監督は勝負だと思うよ。だからまず壊れる経験をした方がいいと思う。それはね、とても傷つくことだったり、悲しいことだったりするかもしれないけど、そこから成長していくもんだと思いますので、頑張ってください。韓国映画アカデミーファイディン卒業制作頑張ってくださいね。素晴らしい作品を期待してます。涙。